はいでどえ、はいでどえで、はいでで、こんばんは。天の声に通しながらうちね。あまりの暑さにね、もう懈怠なね、言葉になってしまうっつうところでね。今日もなんとか一週間、金曜日ね、必死こいで参りましたけど、皆さんもどうでしょうかね。外のね、やっぱりお仕事の方もね、たくさんいらっしゃると思いますけどもね、この暑さ、異常ですよ。まあ、部屋の中つうかね、建物の中でもね、これ、熱中症つうかな。そういうので、もう、ひっきりなしにね、救急車とか、いわゆるね、そういう、救急隊の方もね、もう、連日連夜つうところでね、もう大変なことになっておりますけどもね、まあまあ、これまた、来週はね、ちょっとこの館内、雨かなというところでね、まあ、雨で気温が下がればいいのかも分からないですけどもね、そのあたりどうなのか分かりませんが、まあまあまあ、今日はね、今ちょっとまたテレビね、やってますが、触れたら具合悪いというね、触れんようにしとこうかなぐらいでね、先進みたいというかね、今日はね、ツイッターでね、お友達になっていただいたっつうとこでね、トンボさんのリクエスト行きたいかなっつうとこでね、リクエストもね、いろいろといただいたりなんか知ってましてね、やれるやつはね、やっていきたいなっつうとこでね、考えておるんですが、何せそのアナログでしょ。一時こう検索して、まあやれるかどうかつうとこでね、ちょっと見てから、また書き写してね、まあ自己満の我流でしょ。ですから高度に限りがあるわけですよ。やれるやつとやれないやつっていうのもございましてね、やれるやつについては、まあ少し時間かかってでもね、お送りしたいなというふうに思っておりますのでね、決して忘れているわけではございませんので、気長にね、待っていただいて、そうやな、まあ、黙ってやる場合もあるかもわかんないし、まあ、いや、黙ってやるとかね、ないかもわかりませんが、ね、今日はやりますよという形でね、ご報告できたらというところでね、いきます。今日はだから、友さんのリクエストね、川島洋さん、いきますよ。自己満ですけどね、まあ、喜んでいただければ幸いなというところでね、いきます。そして、リル君とね、1時間散歩行ったら、夕焼けでね、ちょっと空を見てたんですが、それこそ兄貴のトンボがね、バーッとこう、降りてきたっつうところでね、あ、今日トンボをやりたいなと思ったんですけどね。だけど、昨日の収録終わった時点でね、これは川島英五さんやなっていうふうに思ってたんでね、行きます。電車だったら長なのでね、また早う歌えいうことがね、ありますので、よろしくお願いします。ですから、おまけでトンボやります。そのあたりね、おまけも先に言ってしまうということでね、よろしくお願いします。そして今日、この時間、9時20分、21分ね、お仕事中の方につきましては、ラストまで頑張ってほしい。ね、これが応援歌になることを願います。ね、そして同日もお仕事の方につきましては、次のお休みまで頑張っていただきたい。ね、よろしくお願いします。そして、明日、明後日お休みの方は、今日は思い切って飲める方は飲んでほしいということでね。ご苦労さまでしたということでね。お仕事します。いきます。野球終わったんちゃう、これ。もう野球のことは忘れよう。よろしくお願いします。忘れてしまいたいことや、
どうしようもない寂しさに包まれた時に男は酒を飲むのでしょう。飲んで飲んで終わるで飲んで飲んで飲みつれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。忘れてしまいたいことやどうしようもない悲しさに包まれた時に女は涙見せるのでしょう。泣いて泣いて一人泣いて泣いて泣き疲れて眠るまで泣いて、やがて女は静かに眠るのでしょう。まだ一つ女の方が偉く思えてきた。また一つ男のずるさが見えてきた。俺は男、泣き通すなんてできないよ。今夜も酒を煽って眠ってしまうのさ。俺は男、涙は見せられないもの。飲んで飲んで飲まれて飲んで飲んで飲みつれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。Cコードがね、うまいことくっつかんかったね。そのあたり、まあ、そんなことをね、ありますよ。ね、ちょっとこのギターのね、スイッチも入ったり抜けたりしたりなんかしましてね、ちょこちょこっとありましたが、まあまあまあ、その辺りまた、あ、ごめんごめん、レオごめん、明日もね、気を取り直していきますからね。まあまあまあ、その大丈夫かなっていう、このヒヤヒヤするのがあるじゃないですか。そのヒヤヒヤが、あの、いわゆる刺激になるわけですね。何の刺激か分かりませんからね。
そしてこのいつものこのこのグラさんがね、兄貴以外の時にこれが出てきますからね。兄貴の時はこれやないんですから、まあまあこれじゃない兄貴もええやないかというところでね、ちょろっとこの散歩中の夕焼け空のねイメージで聞いてほしいなって言ったね。まあ、15万円からピック変えても何変えてもそっかありませんけどね。それでも目を目と生き抜く俺を恥じらう嵐のまんまじゃ寒くて凍りつくよね夜を数えだけど俺はこの街を愛しそしてこの街を憎んだ死にたいくらいに憧れた花の都東京ごめん東京はバカ野郎が知らん顔して黙ったまま突っ立ってろ1番と2番魔女ケツの座りの悪い都会で行き止まりの酒を取るさま半端ない俺の俺身にしみるああ幸せのトンボよどこへお前はどこへ飛んでいくああ幸せのトンボが笑ってらうう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 うそこ言いますね。その辺り大きなことでした。明日もね、行きます。明日はもうまたね、明日はとりあえずは
ひょっとしたらリルク病院かなってぐらいでね、あとはちょっと予定は未定になっておりますね。暑いでしょうからね、これハーレーそろそろ出したいなぐらいでね暑さとの戦いです。明日もよろしくお願いしますね。皆さん熱中症に気をつけてくださいよ。大きにありがとう。バイバイ。今日初めての方もチャンネル登録だけプチッと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 お願いしますよ。年内500、半分の500ぐらいでね、まあ、全人未到ということでよろしくお願いします。大きにありがとう。バイバイ。ロックロール。さよなら。